サロンとは、もともと応接室などの部屋を意味する言葉である。応接館、談話室など。フランス語で、宮廷や、貴族の邸宅を舞台にした、社交界をサロンと呼んだ。主人が、文化人、学者、作家らを招いて、知的な会話を楽しんだ。展覧会のこと。もともとルーブル宮殿の大サロンで開催されていた。 芸術アカデミー主催の美術展、サロン・ド・パリを指した。ディドロのサロン表は美術評論の始まりと言われる。文化史上に見られる文化人相互の交流の場を称してサロンと呼ぶことがある。サービスを提供する店の名前に使用されることがある。2チャンネルなどでは各カテゴリーの雑談系の板をサロンと名付けている。サロン、啓蒙の世紀。 フランス語で、宮廷や、貴族の邸宅を舞台にした、社交会をサロンと呼んだ。主人が、文化人、学者、サッカラを招いて、知的な会話を楽しむ場であった。17世紀初めのランブイエ公爵夫人、カトリーヌ・ド・ビボンヌのサロンが走りと言われる。ローマ駐在の外交官の娘として生まれ、イタリアの洗練された宮廷に親したシーンだ後、フランスに帰国した夫人にとって、 アンリ四世の宮廷は、非常に素やなものと感じられた。そこで自宅に教養ある人々を招き、私的な集まりを開いた。そこでは、文学者が自作を朗読したり、文学論、演劇論が交わされるなどした。これを真似たサロンも開かれるようになり、モリエールの喜劇、滑稽な才女たちでプレシューズリディキュールスではサロンでの気取った会話が通列に皮にられた。 その後も、フランスでは、ベルサイユ宮殿などで、女主人を中心にした文学サロンが開かれた。ラファイエット夫人やポンパドゥール夫人らのサロンなどが、史上有名。ボルテール、ルソーラ啓蒙主義の思想家たちもサロンに出入りしていた。女主人を囲む文学サロンの伝統は20世紀、初め頃まで続き、その様子は、 プルーストの代表作、失われた時を求めてにも描写されている。各国でもサロンが開かれたが、ベルリンでは、19世紀ロマン主義の時代に開かれた、ファルンハーゲン、ヘルツなど、ユダヤ系女性のサロンが知られる。各地のゲットーが解放されてから、自由な雰囲気が育まれ、裕福なユダヤ系の婦人たちがサロンを開くようになり、貴族や文学者、 音楽からも出入りした。ユダヤ人解放やフェミニズムに関わった女性も少なくない。ありがとうございます。